続いて毎週火曜日の健康企画、岩手元気丸です。先週に続きお腹すっきりをテーマにお伝えします。女性の20人に1人が悩んでいるとされる便秘、今回はお腹すっきりのコツを取材しました。盛岡市大通りにある開運橋消化器内科クリニックで遠藤正樹院長に便秘の対処法について聞きました。第一にまず食事の見直しを提案したいと思います。食生活の改善、大切なのは朝食べることだと言います。朝起きて最初に胃の中に食物が入る、それによって胃の出口の動きが活発化されます。それが全てのスタートで、胃の動きだけではなくて小腸大腸とその動きの活発さが伝導していきますので、朝の食事というのは非常に重要になります。さらに水分も重要。例えば心臓が悪いとか腎臓の悪い方でなければ、だいたい 1.5 リットルから2リットルぐらいを1日の量として目安にするといいと思います。一気に飲むと思うと多いんですけど、1日小分けだとそんなに問題ない量だと思います。お腹すっきりのための食事のポイントは、食物繊維、マグネシウム、善玉菌の摂取です。一番重要なのは繊維質を意識することで、繊維の多い食物を摂ることで便の量が増しますので、それによって通過がスムーズになります。意識せずに摂っている白米ですね、お米やパン、あるいはごぼう、レタス、デザートでいくとみかん、この辺は非常に効率よく繊維が摂取できると思います。マグネシウムは腸の動きを活発に、善玉菌は腸内環境を整えます。腸を活発に動かすためには微量元素のマグネシウムが有効ですので、これは海藻類に多く含まれます。どこに行ってもそのビフィズス菌ですとか乳酸菌ですとか、そういったものを含まれる商品はすぐに手に入りますので、これは非常におすすめだと思うんですけれども、ただたまたま1回とかではほとんど効果がありませんので、続けて摂取することが重要です。そしてトイレでの姿勢にもお腹すっきりのコツが。これは非常に重要なその腸の角度に関わるお話でして、やはり古来のいわゆる和式のスタイルが非常に理にかなっています。膝を抱えるように、あの体勢が腸をまっすぐにするんですね。洋式トイレに座っているとき、腸の出口付近で腸が恥骨直腸筋という筋肉で支えられ折れ曲がっていますが、和式トイレのようにしゃがむことで恥骨直腸筋が緩み、腸がまっすぐになります。まっすぐになれば、あとは重力も関わって非常にすっきりとしたお通じにつながります。極めて単純な発想なんですけれども、これが欧米ではっきりとしたデータを出されて論文化されたりですとか、非常に商品としても話題となっているようです。洋式トイレで腸をまっすぐにするには、インターネットなどで購入できるトイレ用の足置き台が有効です。洋式トイレに座り、足を台に置き、前のめりの姿勢になれば OK。 医師によると、これで和式トイレのような理想の姿勢になります。生活習慣やトイレでの姿勢を変えてもすっきりしなければ、便秘薬という選択肢もあります。便秘薬には刺激性便秘薬と非刺激性便秘薬があります。従来使われていたのはもうほとんどが刺激性の下剤です。数年前からそうでないお薬が開発されたので、そこから2つに分けることが出てきたので、最近聞く言葉だと思います。刺激性便秘薬は長期的に使うと腸が黒くなり、その後だんだん薬が効きにくくなると医師は言います。旅行中ですとか、若い方ですと合宿に行くとか、非日常的な中でたまたま起きてしまった便秘の場合は、ワンポイントで刺激性というタイプの薬を飲まれるといいですし、一方非刺激性というのは毎日飲むことによって
って出やすい環境を作り、長く飲んでも効きが悪くならないタイプになります。お通じの調子が悪いとお腹の症状だけではなく全身的なあらゆる症状に関わってまいりますので、生活の見直しですとか場合によっては医師に相談なさってお腹スキルを目指していただけるといいと思います。はい、医師によりますと後半で紹介しました非刺激性の便秘薬は、はい、薬局などでも購入できるということですが、用法用量はしっかりと守ってください。お薬という選択肢もありますが、はい、まず生活習慣を見直すことが大切なんですね。そうなんです。始めやすいのは朝食をとることです。朝から美味しくご飯を食べてお腹すっきりにつなげましょう。以上、岩手元気丸でした。